黒岩敏夫12月25日から1944年8月26日は大日本帝国海軍の戦闘機操縦士。1908年12月25日福岡県に生まれた。1926年佐世保海兵団に入隊。1928年操縦練習生13期を終了し、戦闘機操縦士となった。1932年空母かが乗組時、 第一次上海事変勃発により香川、上海沖に出動した。2月7日飛行隊は、広大基地に、進出、22日幾多隊一率いる三式艦船三機の二番機として、13、艦航三機と共に、蘇州攻撃に参加した。蘇州上空において、アメリカ人義勇兵のロバートショーと操縦するボーイング218と交戦し、これを共同撃墜した。これは、 日本陸海軍を通じて初めての航空戦による撃墜だった。日本国内で大きく報道され、黒岩らは野村第三艦隊司令長官から感情を授与された。事変後は内地で教員任務に就いた。坂井三郎はその著書に再起空での訓練で黒岩に簡単に任されたことを記し、また対談においてうまかった戦闘機搭乗員の筆頭に挙げている。 シナ事変が始まると一等飛行兵装として、大村空から楠木二郎基地二等飛行兵装、松村百人、岩本徹三十一等飛行兵を伴い、1938年2月付で十三、空に配属となり、南京に進出した。2月25日、南昌老栄防飛行場爆撃に向かう、中高35機編隊の援護任務で出撃。戦闘機体、 1> 第1中隊の第3小隊長となる。迎撃に上がった、中ソ連王部隊の I-15、I-1630 機余りと交戦し、I-162 撃ち1機を撃墜確実、I-151 機を撃墜したが、その直後 I-15 数機に追われ攻撃を受けたため、戦線を離脱。3月、編成外により12空に転属。 8月までに13機撃墜を記録した。これは、ナ事変における撃墜数で、岩本鉄道の14機に次ぐ記録だった。黒岩はその荒っぽい戦法から悪道を投票された。1939年、31歳になった黒岩は、飛行兵総長に昇進後、高齢を理由に除隊し、民間航空会社である大日本航空の操縦士になった。 1940年2月5日16時55分、同社の福岡発が波形大北高 d c 2型、木、麻生号操縦中、右エンジン部長、ウオツリ島に不時着すの無線電信を残して、消息を絶ったが、翌朝道東北岸に不時着しているのが発見され、後に日本電信電話公社第三大総裁を、務める米沢茂邸新局無線鍵しら、 乗客乗員13名全員が救助された。その後、太平洋戦争中の1944年8月26日、輸送任務でマレー半島沖を飛行中に行方不明となった。ありがとうございます。